こんにちは、ゆかです。先日のアップルイベントで、実はこちらの AirPods Pro 2 Lightning バージョンから USB-C 充電ができるものが静かにアップデートされていました。AirPods Pro 2の Lightning バージョンから性能的にはほとんど変わっていなくて、 iOS 17によってアップデートされる部分があるんですが、そちらはライトニングバージョンでも同じく使える機能ばかりなので、今日はソフトウェアの方でアップデートされたライトニングバージョンも USB-C バージョンでも使える機能の話をしたいと思います。じゃあまず、この USB-C の AirPods Pro 2の充電方法ですが、かなりいろんな充電方法があって、まず一つ目がもちろん USB-C ですよね。ここにケーブルを挿して USB-C 経由で 充電することがで、きます。であとは Apple Watch の充電器でも充電できるし、MagSafe でも充電できるし、地域規格のワイヤレス充電器でも充電できるし、iPhone 15からの USB-C to USB-C で iPhone からの給電もできちゃいます。二つの新しいモードが加わって、一つがノイズコントロールの中で適用型 というモードが加わりました。これは今まであった外部音取り込みモードとノイズキャンセリングのなんかいいとこ取りみたいな、ちょっと中間地点みたいな感じのモードで、ノイズキャンセリングは全部の音をノイズキャンセリングするし、外部音取り込みモードは全部の音を取り込んでくれるんですけど、適用型というのは、いらない音はノイキャンして、必要な音は通してくれるというのが、まあ、コンセプトのモードになります。 私がちょっと短い期間だったんですが、試してみたところ、例えばヘアドライヤーみたいな、なんかブーンみたいな、すごく大きい音とかはカットしてくれるような気がしたんですが、あの、WWDC でそもそもね、この機能が発表されていたんですが、マーチングバンドが <laughs> 真横を通った時にそれをノイキャンしてくれたみたいな感じのやつがあったんですけど、音楽はあまりノイキャンされていない気がしたんですよね。ちょっとまだ完全な、 AB テストみたいな感じではないんですけど、ちょっと一日ジムに行ったりとかして使ってみました。ちょっと使い方を説明しますと、ちょっとこんな感じで今、AirPods をつけて iPhone につなげました。AirPods のコントロール部分に行くと、こういうコントロールが出てきますよね。ノイズコントロールのところで、今外部音取り込みモードになっていますが、ここの適用型というのが、適用型というのが、 なってるんですが今勝手に変わっちゃってますよねこれが実はもう一つの新しい機能でして会話検知という新しい機能も加わっていますこれがえ今まさに起こっていることでちょっと私が今喋るのやめてみますね適用型モードになっているんですが今私が喋り始めると外部音取り込みモードに勝手に変えてくれますで、ちょっと黙ってみますね こんな感じで、私が喋ってる時に、これを勝手に変更してくれるんですね。なので、音楽とかを聴いてる時に、例えばカフェでオーダーするとか、なんか同僚に話しかけられたとか、そういう時に、あ、ちょっと待ってねってこうやってやらなくても、勝手にこっちへ調整して外部音を取り込んでくれるし、音楽の音量も下げてくれます。会話感知はここでオンオフできるので、ちょっといちいち私が今喋ってた時に、 こう変えて欲しくないっていう時はここでオフにすることができますでね今オフにしたらノイズコントロールが適用型に勝手に戻りました会話検知が結構私は個人的にすごくいいなと思っていてハッとした時にね話しかけられたりとかする時にあちょっとわさわたみたいな <laughs> ノイズキャンセルで聞いている時も話し始めると外部音取り込みモードに変更してくれます 先ほどの適用型オーディオと会話検知、AirPods ラインナップの中で使えるのは AirPods Pro 2だけです。でも、Lightning のバージョンでも iOS をアップデートすれば使えるようになります。AirPods Max が一応一番こう、上のラインナップなのに、ちょっとね、あの、超えられてきちゃっているので、あれも充電 Lightning なので、USB-C になってなんか色々機能がついてアップグレードされたバージョンがもうすぐ出るんじゃないかなと。 思っています。あと、AirPods Pro 2で特殊というかスペシャルなのが、なんと Vision Pro にロスレスで繋がります。Vision Pro は来年の初旬にアメリカで発売ですっていうのを、またね、今回の Apple イベントのキーノートでも言っていましたが、ロスレスオーディオは Apple Vision Pro と接続している時のみ発動して、iPhone とはロスレスでは繋がりません。 ということなので、AirPods Pro 2のライトニングバージョンを持っている方は、ほとんどのことがライトニングバージョンでもできるので、USB-C 充電だけこっちが新しくなっていて、あの、二つとも今回の OS のアップデートでもっと機能が増えているという感じです。なので、ライトニングバージョンからこっちを買い換える必要はないかなと思うんですけど、もし AirPods Pro 2買おうかなって思っていた方は、やっと USB-C になりましたので、いいチャンスかなと思います。 もう一つ実はサイレント発売されていた、えー、イヤポッツの USB-C バージョンが出ています。こちらがね、実は有線なのでロスレスオーディオに対応しています。日本だと2780円ということで結構お安いのにあのロスレスも対応してるしなかなか音質がいいです。で最近はね、結構有線も 人気が戻ってきているので、まあこちらもあの一つのオプションとしてなかなかいいんじゃないかなと思います。ただ、イヤポッ s だとやっぱりその AirPods Pro 2にあるようなノイズキャンセリングとか適用型オーディオとか会話検知とかそういったちょっとスマートな感じのオプションがないので、ちょっとそこは検討要素かなと。 思いますということでもしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録などの方はチャンネル登録もよろししくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ